中国上海市で幼い子供が集中的に隔離されている写真がインターネット上で拡散し、大きな問題となっている。これに先立ち、中国市中国慈善家雑誌が、上海における子供の隔離について報道していた。報道によると、3人家族の長さんは夫自分娘が全員新型コロナウイルスに感染した。夫は集中隔離拠点で治療を受けることになり、長さんは2歳の娘と上海同仁医院で治療を受けることになった。ところが、3月29日午後、長さんは別の病院に送られ、娘は上海公共衛生臨床センターに送られた。長さんによると、娘は感染が確認された当日には熱があったが、すぐに熱は下がった。その後、産科官は特に症状は出なかった。彼女は幼い娘を両親から引き離す措置に疑問を感じたが、医療スタッフは政府の規定だと繰り返すばかりだったという。2日の時点で、長さん親子は産科官会えずにいる。彼女は SNS を通じて看護師に娘の状況を問い合わせているが、その度にまずまずだという素っ気ない返事が返ってくるだけで、それ以外の情報はない。長さんはお医者さんが忙しいのはわかる。でも、私は本当に緊張している。写真や動画も見せてもらえず、娘がどういう状況なのかわからないと話す。長さんの置かれている状況は特別なものではない。彼女と同じ病院で治療を受けている女性も、4歳になる娘が同じく上海公共衛生臨床センターに連れて行かれた。最近になって、同地区の医療機関の写真や動画が多く投稿されており、赤ちゃんを含む幼い子供たちが多く隔離されていること、看護師の数が相対的に少ないことが分かってきている。ある医療スタッフは基本的に1人の看護師が約10人の子供を見なければならないと話す。長さんは関係情報はきちんと公開してほしい。娘は無症状なのに、貴重な医療資源を使わせているのも問題だ。両親の下で世話をした方がいいと訴える。これを受けて、上海市公共衛生臨床センターは2日、新型コロナウイルスに感染する子供が増えている中で、入院環境を改善するため、当院では小児科病棟などを緊急で使用している。ただ、入院する子供の数はまだ増えており、病室の調整が必要な状況だ。現在、小児科の医療スタッフを増員し、病室の調整や管理体制の改善などを言っており、保護者への連絡も密に行っていくと発表している。